はい、今ねどこにいるかっていうとね、グアムにいます。グアムということで初めてですね。今までだからハワイとか今まで世界の半分ぐらいの国に行った中でグアムは初めてなんですね。まあ、近いからあえて、来てなかったのもあったんだけど、短期間で来れるところどっかないかな探していたらグアムでね、本当はグアム、サイパン、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島と全部まとめて行きたかったんだけど、あとテニアンとかねロタなんかも行きたかったんだけど、そうすると1ヶ月以上かかるんだけどね。で、グアムということで、今回ちょっと初めてですね、行きました。で、セントリアからユナイテッド航空を使ってだいたい3時間30分ぐらい到着したんですけど、初めてのグアムです。南に来ているということで結構蒸し暑いですね。湿度が結構高い感じなんですけど、なかなかこんな感じで今空港いますけどね、これからちょっとタクシーを捕まえていこうかなと思ってます。ツアーで申し込んでもよかったんだけど直前予約だったんでちょっとうまいのが見つからなくて、まあ、ツアーの方が、ね、結構安かったりするんだよね。なんでまあ航空券とホテルは、航空券は直接ユナイテッド UA のやつのサイトで、予約して、で、ホテルに関しては、そのアゴラでね予約したんですね。で今からタクシーを拾って、自分で行きます。だいたい25ドルとか、まあ、チップ入れて30ドルぐらいかな。今円安だから1ドル100円の時代だったらまだ安いと思うんだけど、146円かな、ないんだ、ね、だからそれが結構高くなってるんですけど、これから、全部で6日間ですね、5泊6日しますけどね、また生配信なんかもしていければと思ってますので楽しみにしていただければと思います。ということで、さっき到着したんだけど空港で到着して、結構カウンターがやっぱりね、フィジーも駐在したことあるんだよね。だからフィジー駐在してた時なんかもそうなんだけど、やっぱみんなのんびりしてますね。入国審査官とかすごくのんびりとした感じで結構時間かかりましたけどね。まあやっぱり南国らしいなって感じはしますけど、グアム日本人が、まあ、バブルの時代いっぱい来てたんだけど、かなり少なくなって、まあでも今セントリアからユナイ UA 来たんで結構人いましたけどね。でこれからということで、また戻ってくると思うんだけどね。はい、ということでちょっと昔はもうほとんどの観光客が、日本人だったので、今韓国人とか他のね、人々結構来てるってことなんですけど、このグアム来たことある方多いと思うんだけどね、これからまたねいろいろとアップしていきたいと思って楽しみにしていただければと思います。